それではですね、早速、講義の方を始めていきたいと思います。で、今回はですね、最初の方もお話ししましたけども、ある程度こちらの方で考えてきましたが、大体皆さんこれからビジネスを始めるという方なので、どういうふうにビジネスをこう作っていくかというところの、今日基礎的な話から、最終的に、その経営みたいな感じでね、人を使って、事業を大きくしていくみたいなところまでちょっと話していきたいかなと思っております。はい、ではまずはですね、収入の方程式というところでお話しさせていただこうかなと思っています。で、収入の方程式っていうのは、これは先にビジネスを作っていく上では絶対先に考えなければいけないことなんですけども、意外とね、皆さん考えていないというところがすごくありますので、毎回このお話させていただいているんですけども、まず収入の方程式っていうのはすごく簡単で、まず商品ですね。まず商品があって、客数、お客さんがいる、お客さんがどれだけいるか。で、収入だったり、売上が立つということになります。で、実際にビジネスってこれだけです。簡単に言って本当にね、本当にこれだけです。僕は高校中退で全く学歴ないんですけど、掛け算足し算しか未だに使ってません。それだけ本当ビジネスってすごい単純です。簡単ではないですけども、単純です。はい、で、じゃあどういうふうにこれを組み立てていくかって言ったら、じゃあまず、僕のクライアントさんとかではまずいつも言ってるんですけど、まず20万とか30万稼ぎましょうって言ってるんですけど、それぐらいの値段だったらね、とりあえず独立企業は、独立はできるん で独立する と、すごく価値観が変わるというか、サラリーマンが味わえないなんかこうパラダイムシフトが起きるので、まず1回独立してくださいって僕はいつも言ってます。はい、で、何ていうんですかね、イメージとしてはこれなかなか伝えづらいですけど、初めて一人暮らしした時みたいな感じですね。わかりますか？一人暮らししたことあり、ある、支度してる人、はい、あ、ないですか？あ、ないですか？あ、はいはい。一人暮らし、僕ね、18の時高校中退したんで、高校中退してから速攻一人暮らしし始めたんですけど、洗濯って意外と大変だなみたいな、水道料金2ヶ月に1回なんだみたいな、そういう驚きがいっぱいあったわけです。料理とか炊事とか掃除とか結構大変だなみたいな、一人暮らしして初めてね気づくことなんですけども、結構パラダイム史上大きな僕が起きたんですけど、そういう感じなんでね、独立企業ってやると意外とお金稼ぐの大変だなとそうそうそう、給与毎月25万円振り込まれてると幸せだったんだなみたいな個人事業主になったら家賃とか部屋借りれないんだとかね、フリーターの方が地位高いんだよそういう新しい驚きの発見があるんですよね。で、そのパラダイムシフトが起きると意外とそこからじゃあどうするかっていう話で、強制的にその技術とかスキルが身につくので、まず独立しましょうって言ってます。で、じゃあ独立するためにはねどうするかっていう話ですけども、まずじゃあ例えば30万稼ぎたいとするとしたら、客数、例えばです、ね、商品が単純に1万円だったとしたら、30人ですね、月だから月収で考えましょう。月収、まずね、結構ビジョンとかねいろいろあると思いますけども、とりあえずはちゃんと稼がないとビジネスを効率よく進められませんから、ね、サラリーマンやりながらだったら結局1日8時間か10時間拘束された空き時間でやらなきゃいけないからね、ビジネス。だからまずはこれ1本で、何かのビジネス1本で稼げるようになれれば、その延長線上に自分のやりたいビジネスがこう設定すればいいだけなので、やっぱりコツコツ進められるわけですね。全力で走っていけるので、副業で、最初は、ね、副業で当然やっていきますけども、だんだん独立を目指してやっていって、独立してから、どんどんこう加速していきますんでね、まずはそこを目指しましょうということで、1万円のものを30人に販売したら30万、これは当たり前ですね。じゃあ、これまた当たり前の話ですけども1000円1000円だったら300人に売らなければいけません。これが100円になっちゃうと3000人です。ですね。
これすごく単純な計算ですけども、だ結構ね、僕もいろいろな方に相談を受けたりとかしますけども、結構100円とか1000円のものをね、いっぱい売ろうとしてる人が多いです。例えば僕もなんかネット系で結構教えたりしてるんですけども、なんかアフィリエイトって稼げるんですかみたいなね。なんかネットショップとかやったら稼げるんですかみたいな。なんかそういうふうに結構言われたりするんですけども、いや、そもそもいくらの商品を何個売ろうとしてるんですかっていう話をいつもしてます。ここがすごく重要で、100円だったら例えば3000人売らなきゃいけないわけじゃないですか。でこれ100円のものを売ったら意味ないわけですけども、例えば500円の商品を、売ったら利益が100円っていう場合もありますよね。利益100円っていう場合もある。例えば1000円っていう商品を、例えばアパレルとかだったらね、 T シャツを1000円で売りましたと、利益は200円ですとかね。で売り上げは確かに30万ぐらいかもしれないけど、利益がその3人が 6万円しかいかないみたいな、なんかそういう、計算になります。なので、まだね、商品ができてないと思うかもしれませんけども、じゃあ商品を作るときにどれぐらいの売り上げを達成したいのかっていうのはまず先に決めないと、もうビジネスをしようがないです、実際は。なので、まだね、ビジネスもできてないという方もいらっしゃると思いますけど、まず、こんなビジネスをやるだろうなというものがあれば、そのビジネスとして今考えていただきたいなと。で、その商品に価値をつけてみてください。で、例えば僕であれば、まあ、コンサルティング料金は僕はね、40万か70万くらいですね、うちの会社は、はい、で、じゃあこれを販売するためには、あ、違う、これ販売するためにはこれが、まあ、コンサルティング料金という、で、これのパッケージが、まあ、40万円か70万円っていう話ですね。例えばその先ほどの収納だったら、収納で収納のコンサルとかそういう系ですかね、やるとしたらビジネス構築するとしたら、そうです。何をする人なんですか、これ収納を教える人。教えて、そこで手伝いがって言われたら手伝いもします。ああ、基本的には教える、うん、あ、教える。大体いくらぐらい社員にいますか。1人お一人さ、1000円ぐらい。1000円ぐらい、1000円。これ1回こっきりですか。結構リピーターしてもらえるそうですか。そうですね、いろんなバージョンがあるので。いろんなバージョンがあるんですか、はい、あ、それはもうすでにできている商品ですね。大体、はい。あ、なるほど。だから、まあ、そういう感じで、例えば収納の、まあ、コンサルティングだったりなんかサービスだったとしたら、じゃあ1000円だったとして、じゃあ30万稼ぐにどれぐらいの、ね、金額をやらなきゃいけないのか。じゃあ逆に、1000円を30人だったとしたら3万円ですね。3万円だと、3万円では生活できないですか。3万円では生活できないから、じゃあ1万円の客単価を取らなければいけないのか。でも1万円の客単価だとちょっと難しいかなと思ったら、じゃあこっちを増やさなきゃいけないですね。1000円で30万だと300人ですよね。300人につき取れるかっていったら結構これもやきついじゃないですか。じゃあちょっと5000円ぐらいだったらいけるんじゃないかなと。5000円だったらいけるかなと。5000円だったら15人ですよね。2分の1だけ。違うか、間違ってますか。5000円だったら、そうですね、大丈夫ですね、はい、5000円だったら15人になります。で、15人だったらいけるんじゃないかなと、例えばなったとしますね。これももし難しいやったら、これどんどんこう分割していくしかないですよね。でも15人もやったら、もうちょっとね、本当にじゃあ1万円で1万円で30人やるしかないですよね。30万円いくんだったら、そうですね。じゃあ1万円結局取らなきゃいけないんだったら、1回が1000円だとしても、例えば10回セットで販売していくとかね、1人に対して。そうすれば、月トータルで30万円かなと、まあ、そういう計算を今ちょっと自分の方で、こういうビジネスモデルできたらいいなでもいいし、もうすでにある程度できてるって感じでもいいので、一回この計算をして、目標の自分の金額、売上、まず独立するという前提でね、
まず30万か20万か30万ぐらいで設定して、これ逆算して、考えて、ちょっと今書いていただきたいなと思いますので、少しこうシンキングタイムということで書いていただく時間を5分ぐらいお願いしますので、書いてみてください。はい。はい、ということで、ありがとうございました。さっきも言いましたけども、まあ、これすらって言ったら、ね、あれですけど、これができてないともう進められないです、実際ビジネスっていうのはね。じゃあ、これは、まあ、今回ね、セミナー自体が一人企業っていうことなんで、まあ、一人でできるレベルっていうお話を今してますけども、先ほどね、竹内さんがおっしゃってましたけども、テナント借りたらどうなるとかね、まあ、そういう話があるんですけども、それって結局これのね、応用編なんで、じゃあ例えば、ね、テナント代が、プラス100万かかるとしたら130万かからなきゃいけないわけですから、130万毎月稼がなきゃいけないんですよね。そうしたときに単純にプラス100万なんで、このゼロがこう増えるか、こっちとこっちになるかっていう話なんで、これをただ倍々にしていくだけの話です。で、結局じゃあ130万の毎月の固定費、130万毎月稼げますと、売り上げ立ちますと。じゃあ人件費、じゃあ社員1人雇って20万渡すと。そしたら、110万の、売上になりますよねと。で、じゃあここにテナント代がまたかかって100万落ちますと。で、残り10万しか残りませんみたいな。で、社長の給料10万円みたいな。そういう感じですね。はい、で、あとは、実際に資金を集めるパターン、これは資金が必要ないというのが今回のセミナーのテーマなんで、資金が必要なくてこれができますということで、で実際に資金があればね、資金がある場合どうなるかっていうと、これ結構大きなビジョンを描いている人は割とこれをちゃんと考えてほしいんですけど、例えばこれ1000万資本金があると、1000万資本金があるとしたら、実際この方程式をすぐ成り立たせなくても持つわけですよね、体力は。例えば1000万を10ヶ月、そしたら毎月100万円使えますと。毎月100万円使える、毎月10ヶ月、100万円かける10ヶ月ですと。で、月に100万円使えます。で、資本金が1000万あるので、ぶっちゃけこれ、まあ、言うてもなくなってもいいわけですね。毎月100万円。で、じゃあ、スタッフを2人雇いますと。これが40万ですと。で、毎月60万円残ってると。で、社長の給料、20万で、40万残ると。で、この40万円が例えばなんか服をね、アパレルやるんだったら洋服を40万円分作りますと、この資金でね。で、もう売り上げゼロですと、利益がない、利益というかもうこの日100万円使って終わりみたいな、毎日100万円みたいな、もう利益全く出ませんみたいな、作ったものは売れませんみたいなね。この状況が10ヶ月続いても資本金が1000万円はいいんですよ。自分の社長の給料を20万取りつつ、10ヶ月は生き延びれます。だから10ヶ月後にここで売れ始めればいいわけですよね。ここで例えば月に、まあ、この固定費だったら最低でも、60万固定費かかってますから60万固定費の、ここで、ね、今まで作り上げてきたその在庫が売れ始めて、じゃあ毎月100万円ぐらい生むようになりましたと。そしたらやっとここで相殺されて40万ちゃんと利益が出るようになると。で、この1000万円多分誰かにね提供してもらってますから、この1000万を何年で返すかっていう計算にもよると思いますけども、例えば3年で返すとしたら、まあ大体月330万くらいですよね。あ、じゃあ年330万くらい返済していかなきゃいけないと。そうすると、まあ、大体月、12で割るんで月10万ぐらいか、月10万ぐらいですね、10万ちょい、まあ、12万ぐらいだとして、28万残りますみたいなね。
だ資本金があるパターンは大きなビジョンを描いてもいいんですけど、これをこれ結構使ってる方ですよね多分、うん、これをこれこういうふうにすればもう 100ヶ月持つわけですから、こういうビジネスがあればね、例えばそのアプリ開発しますとかね、あのメディアウェブメディア作りますとかだったら多分人件費 2,3 人で済みますから、それをこの資本金を切り崩して生き延びて爆発するまで待つみたいな、そういう戦略ができます。ただ資本金がない人はこれやるしかない、こっちやるしかない、資本金があればこっちやってもいいです。これが資本金の考え方なんですね、基本的には。だからなんか飲食店やりたいんですけど資本がありませんみたいな、お金貯めてますって人も結構最近いるんですけど、いやいや銀行からお金借りればいいじゃんみたいな話だし、銀行からお金借りればこれをね、先ほども言いましたけども、まあ、3年でこれぐらい返せばいいだけの話なんで、売上を上げていけば全然いいわけです。で結局自分のね社長の給料が、まあ、社長っていうかそのオーナーの給料がぶっちゃけなくても、売上っていうか飲食店ですから、食材いっぱいあるじゃないですか、あれ食べてればいいだけなんで、で店舗にね寝泊まりしてればいい話なんで、社長の給料0円でも、まあ、3年は持つと。で全然売り上がらなかったら1000も借金ですけどね、最終的には、うん、だから、まあ、別にそんなに資本金があるビジネスをやろうとしたところで、まあ、別に借りるっていうね、融資を受けるっていう選択肢もあるので、そんなに先の話でもないです。だから結構これがね怖いっていう人がいらっしゃるので、じゃあこっちちゃんと、ね、地道にって言ったらいいけど、堅実に資本なくてもできるやつをやりましょうっていう話を、してます。こういう感じでね、結構特になんか融資を受けるっていう考え方がない人も多いので、意外と、うん、借りれるので、そこでちゃんとね資本を使ったパターンと資本を使わずにコツコツやっていくパターンがありますので、それをどちらにするかっていうのをまず必要かなと思います。はい、で先ほどの飲食店さんの件とかもそうですけども、最初に借りるとか借りないとかっていう話をした時はどうなるか、11やった時はどうなるかっていうのもちょっと自分の中で考えていただきたいなと思います。